願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。スイートリトルソウルの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。すごい楽しく盛り上げてくださいました。ありがとうございました。さあ、この後もうワンステージで今日のステージイベントは最後になります。ですが、その前にお店のご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、チャンネルインクルージョンです。チャンネルインクルージョンですから始めましょう。チャンネルインクルージョン。じゃあ、皆さん、どんどこ市楽しいですね。楽しい。それでは、このどんどこ市の中でも、お祭り気分を大変盛り上げてくださっている、お店の方にちょっとゲストで出てもらいましょう。じゃあ来てください。来てください。来てください。じゃあこれ渡してね。じゃあまずこの前から、じゃあこのマイクを渡しして、じゃあお名前から。名前を教えてください。はい、縁日の森の柳井と申します。よろしくお願いします。じゃあ美佐子さん、何を売ってますか。何を売ってますか。50円から買えるおもちゃを販売しています。おすすめは。おすすめは何ですか。おすすめたくさんありますけれども、妖怪ウォッチ関連のおもちゃがたくさん入りましたので、それが今日はおすすめになってます。なるほど。あとで水鉄砲買いに行こうね。買いますね。はい、あの水鉄砲も小さい50円のから、大きい水鉄砲までありますので、どうぞ来てください。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あと本日、当店でお買い求めのお客様には、ふにょう玉っていう夏のちょっと変わった感触のおもちゃを無料で、ご提供させていただいてますので、作り放題で、はい、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、パルキアさん、お願いします。どうもありがとうございました。次のお客様をお迎えしましょうか。はい、お願いします。あ、もうちょっとこっち、もうちょっとこっち来ようか。もっとこっち来ようか。真ん中、真ん中へ、はい、はい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 。でこれを渡しして、じゃあ行ってみましょう。名前を教えてください。パルキアのマキと申します。パルキアさんだ。何を売ってますか。フルチバンというお花の苗と、あとは、スパイシーカレーです。ねえ、はい、美味しそうだね。美味しそうだね。あ、美味しいですよ。どうぞ。500円ですので。で、はい、おすすめを。おすすめを教えてください。お花が好きな方に、10鉢ほどただで差し上げたいと思いますので、このインタビューが終わったらば、ぜひ好きな方はいらしてください。驚いた、驚いた。わー、びっくりよろしくお願いします。こういう風な赤いオレンジ色のお花が咲きますので、幸せになります。はい、じゃあ、美佐子さん、おいくら。お値段は300円なんですけれども、行くときはプレゼントしたいと思います。ぜひいらしてください。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ではここでみちかのアイドル大好き。みちかさんはアイドルが大好きですが、今日はどんなアイドルを、ご紹介していただけるんですか。トリプル A です。
じゃあトリプル A についてちょっと説明してください。メンバーは7人です。じゃあ全員お願いします。え誰くんと無理名前も忘れちゃった。この間コンサート行ってきたんだよね。じゃあその話を外に行ってきました。どうでした？人がいっぱいですごかったです。いやーすごいですね。そしてもう一人、美佐子さんが大好きなものはふわふわです。美佐子さん、ふわふわしてますか？はい。じゃあ今日の美佐子さんのふわふわ度をちょっとチェックしてみましょうか。はい。ズバリ今日の美佐子さんのふわふわ度は何点でしょうか？200点です。ということで美佐子さんのふわふわ度200点でした。皆さんこの後もふわふわした気持ちでどんどんこいち楽しんでくださいね。ありがとうございました。頑張ってください。チャンネルイクレちゃんの時間です。皆さんいかがお過ごしですか？今我々どんどこいち錦町公園に来ています。そして今日も、この番組を盛り上げてくれるのはみちかです。みさこです。それでは、最初のゲストの方、ご紹介しましょう。じゃあお名前を何ですか？名前教えてください。はい、ハンドメイドユニットのゴエンズスマイルと言います。ブースはあそこの、この黄色いブースの隣の緑と青のテントの中でやってます。今日は6人で参加してますけど、普段は11人くらいでハンドメイドユニットを組んであちこちのイベントとかに、参加しています。で、今日こちらのイベントに参加させていただいてますけども、次のイベントのお知らせをちょっとさせていただきたいと思います。次は、7月19日土曜日、多賀城市民会館でロビーステージ&サークルフェアになります。こちらはハンドメイドの販売といろんなパフォーマンスと、あとワークショップも体験できるようになっていますので、こちらもよろしくお願いします。でその次、こちらは、スマイルマルシェ太白文化センターの、地下展示ホールと1階を使って、7月20日に、日曜日と7月21日月曜日の2日間にわたって、開催しております。でその次どんどんいきます。7月28日、こちら私たちゴエンズスマイルが主催しているイベントなんですけども、虹色日和はマーケット&ワークショップ、こちらの方は太白区の砂押し町っていうとこなんですけども、そちらの方でも、ワークショップとあとハンドメイドの販売と食品もちょっと販売しますのでよろしくお願いします。どのチラシもあちらの方のブースでお渡ししてますので、もしこの興味がありましたらお立ち寄りください。よろしくお願いします。すごくいっぱい売ってるね。すごいいっぱい売ってますね。ね、じゃあ質問を何を売ってますか？何を売ってますか？はい、今日は、デコクレイという樹脂粘土 と、ワイヤークラフトと、布雑貨とビーズと、消しゴムハンコ、アクセサリーいろいろあります。おすすめは何ですか？はいはい、おすすめはおすすめですか？全部おすすめです全部だ。いつものイベントよりも多少お安く今日ご提供させていただいてますので、ぜひお立ち寄りください。すごいですね。はい、じゃあ美佐子さん、おいくらですか？おいくらですか？お値段は100円、いや50円からあるな、50円くらいからあります。はい、安いね。安いです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。それでは次のゲストの方をお呼びしましょう。お名前を教えてください。はい、口がクレアです。クレアさんです。じゃあ何を売っていますか？何を売ってますか？お菓子とパンです。そう、美味しそうだもんね。美味
しいよ。おすすめを聞いてみましょう。おすすめは何ですか、うん、今日ね、お菓子がね、ちょっと訳あり金で1個100円で売ってますから、皆さん来てください。100円。じゃあ、お店はどこですか。お店はどこですか。あそこのパインボーっていうところの隣に青いテントで。あ、手を振ってますね。紺のテントです。あ、美味しそうだね。美味しいですね。行ってみる。じゃあ後で行ってみよう。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、ありがとう。ということで、たくさんのお店が今日も出店しています。ぜひ、最後まで楽しく、お過ごしください。それではチャンネルインクルージョン、今日はみちかさんとみさこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、終わり。今日どうだった？楽しかったです。楽しかったです。いつも同じじゃん。どの辺が楽しかったですか。芝とダンスと、最後の13歳、うん、13歳のこのステージに飛び入りしたの良かったね。はい、飛び入りしました。あっちは嫌がってたかな。言ってません。喜んでた。喜んでてました。あ、喜んでた、良かったね。あれでこそバリアフリーですよ ね、 ね、はい、ね、はい。みさこさんは今日は何が面白かったですか。歌。あ、歌、何の。負けないで。あの最後のやつ、はい、最後のやつ良かったね。あの時飛び入りした時、何かこう、よし、ここでこのステージに飛び入りするぞっていう気持ちだったんですか。飛び入りするぞ、この13歳の子と一緒のステージに立つぞということだったんですか、はい、それとも何も考えずに。一緒に歌いました。一緒に歌いたいと。美佐子さんは一緒に歌いたいと。一緒に歌いたいと。あの歌声と一緒に手話をしたい、この気持ちでステージが一つになったんですね。はい、素晴らしいですね、うん、我々はこのどんどこいちの火をこれからも燃やし続けなければ。じゃあまた来週。また来週。さよなら。9月。あ、次回のどんどこ市の宣伝ですね、はい、次回どんどこ市は9月27、28、場所が変わって江東台公園です。はい、間違えないで来てくださいね。間違えないで来てください。間違えてニューズのコンサートとか行かないでくださいね。行かないよ。じゃあまた来週。また来週。バイバイ。バイバイ。